ありがとう。あの野菜があったらいいなっていうので、なんか畑に行って私大根とか白菜をね取ってこう揚げていって、で自分のところにも何本か取ってね、そしてあの水道で洗っている時に地震だね、地震にあったんです。そして目の前に私の車がね、もう駐車場の屋根につくようなそんな踊り方をして、これはただごとではない。それから目の前がお寺さんなもんですから、その大きな木のね、このざわめきっていうかな、あの音が今でも忘れられないんですけど、すごい音をしてて、なんかこの世の終わりかなっていう私は感じしたんですよね。で私は庭にも本当にひざまずいて、その瞬間をこう見ていたんです。そして収まって、目の前の保育園にあのちょうど孫がねいたもんですから、すぐに走って行ったんですね。そしたらあの先生がもう孫を返すって言うんだけど、私まだ家の中どんななってかも見てないんで、とにかくあの北小におそらく避難すると思うんで、そこまでは連れて行ってお願いして、で家に戻って開けてみて、もうびっくり仰天、もう足の踏み場もないほどね。で北小にはもう夜にでも帰られっかなっていう、そんな気分で行ったんですけどね。そして一晩過ごした時、朝とにかく明るくなったら家に行って、あれとこれとこれを持ちに行こうって決めていたんです。そうしたらもうその時間7時頃だったと思うんですけど、なんか窓の外にね防護服を着たあの運転手さんがいて、びっくりしたんですね。本当にこれは何事が起こったんだろうって。食事はね、あの双葉北小に一晩お世話になった時は、なんか給食のお米があっておにぎりをいただきました。一個ね、それも何にもついてなかったと思うんですけど、そしてあのバスを待っている間、子連れは後だって言われて、何か良かったかなったら、その時の余ったおにぎりね、それもらったことかな。それは助かりましたね。仮のショーに行って、何時間かしたらすぐにまたバスに乗って、そして川又も一番外れの福田ショーの体育館に行って、あの山崎パンのアンパン、これが何日も続いたの。またアンパンかって本当いただくんだけどね、アンパンだけでしたね。そしてあのその近くにあのラーメン屋さんがあったのね。そのラーメン屋さんがあのスープを届けてくださって、やっと初めてそこでスープを飲みました。だからあの時のね、やっぱり御礼はしたいなっていつも心に引っかかっております。記載高校に入ってから、あの役場がその記載校の一部の教室をね役場として、あと町長室なんかもありまして、そこで少し落ち着いた時にいろんな方からあの支援がありまして、その中でその2泊3日3泊4日の あの泊まりのね支援があったんですね。運よく申し込みに入れまして行きました。近辺の風景のいいところに連れて行ってもらったり、それから宿泊はもうペンションですからね、そこの手作りのお料理をご馳走になるっていうか、そんな形だったと思います。あの文化的な支援をいただいて、それが私にとりましてはすごくこのなんていうかな、心豊かなものになったような気がいたします。成人の日の時にね、あの双葉町の音楽を担当してくださる浦和交響楽団ね、
その浦和交響楽団の演奏会に連れて行っていただいたり、あと文化会館で のピアノのコンサートとか、それからさだまさしのコンサートとか、そういうところに支援がありまして、もう喜んで参加させていただきました。オペラも連れて行ってもらったんです。こうしてこんな時なんだなんて、泣きと怒られるかもしれないけど、私はそれが一番ね、やっぱり良かったなって。そして演奏が終わった後はもうちょっとしたお土産なんかもいただいて、なんかすごく嬉しかったのを覚えております。埼玉の中でも小島郡っていうところの先生方、今で言うと深谷市の先生、今でもお付き合いしてるのね。それも私がいる時、その先生たちの仲間が支援してくれたわけ。こうしてその先生方のいろんなイベントがある時に双葉の人たちの作品も出してもらう。私も2年間くらいいろいろ出してたの、作品ね。そしていよいよなくなったら、今度は双葉町の人が作ったものを即売してくださるっていう話にも発展して、だからみんなはこう作ったものをその時にこう売れるから張り合いが出て、そして今でもその支援を受けております。丸山先生っていうんですけど、その丸山先生が中心になって、その深谷市っていうか、あと白里町っていうとこもあるんですけど、そこでの先生方が中心になって支援してくださるっていうか、わざわざ来てね、音楽を一緒に歌いましょうとかね、そういうようなこともやってくださって、地元のね合唱団の方なんかも来てくれた時には自分も一緒になって歌うんですけど、最後に必ずふるさとが歌われるんですけど、もうその時はもう声にならないんですよね。もうぐっとやっぱふるさとを思い出してだと思うんですけど、そんな思いをいっぱいしましたね、はい、ありがとう。